ほらほらほら、満足したんだもん。これでイスラム教徒解放される。ああ、仏教徒になるんだよ。ならないです。私と握手した人はみんな仏教徒になっちゃうんだよ。ダメだ。なんでダメだ。あの、心が伝わっていくんだって、私と握手すると。イスラム教徒になるの。イスラム教徒だっても、はい、1日5回も礼拝しなきゃいけないもん。そんなことやってられないじゃん。そんな暇、そんな暇じゃねえって。いや、そんなで、まあ、気まじめじゃねえから。あれ、今日は何人で来たの。4人、瀬川さんって。4人で、うん、明日も明日福島。あれ、今日も何か蒸したの、うん、あ、今日牢屋に行ってきた。どこの。栃木県、桜市。栃木県、どこ、何市。桜市。栃木県の桜市なんてあんの。うん、桜って、あの、宇都宮と矢板のちょうど真ん中ぐらい、うん、ちょっとどんなふうな字か。桜市なんですね。桜川とかじゃなくて桜市っていう、ね、あの、喜連川のすぐ横です、うん。最近合併してできた、ま、うん、だと思いますけどね。昔桜市なかったですよね。聞いた、初めてな。はい、昔桜市だったの。あと、こっちはもう任せといて。どうせその団子なんだ。どうせ団子になるって大富さん何言うんだよ。だなあ、団子剥がしてたの。おばあ剥がしてたんだ。なんで、うん、とか剥がして、バラ剥がしてやったんだ。私、本当綺麗にやったんですよ、昨日夜中に。綺麗にペリメニーの綺麗な。もうそっち行って座って、初めて。大富さん痩せたんじゃない。この団子だ、お前。これ一つ剥がせって言うんだから。お前、神業だ。あら。難しいな、恥ずかしい。水ラストラビーチ。何がズブラストラビーチ。そんなの聞いたことないよ。チーズじゃなくてズブラストラビーチ。はい、じゃあ、はい、くんで写真撮った。そういう約束したんだもん。抱き合ってるところで写真撮るって言ったよね。これ証拠だ。これ後でアップされますよね。証拠写真。え、ネットにネットにアップされるの。うん、だってそれはそれでいいじゃん。それは楽しくていい。閑散との食事したなんて書かれるよりは。これからサプリでしょ。はい、もう何も持っててよ。じゃあ始めましょうか。あれ、皆さんは今回はどんな伝えたの。もっと戦場ジャーナリストでバグパイパーと佐藤健一。前、あの、南相馬に一緒に来たんですよ。それでバグパイプを、その原町の避難所と鹿島の避難所で練習してました。